こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はお召しのショッピングです。お召しのショッピングです。私は今日はお召しを着ています。はい、私がお召しを何枚も持っていて、それを一重に大活躍していますという動画を何回かお伝えいたしまして、それで結構大変お召しの問い合わせが多くいただくんですね。ですから今日はお召しのショッピングを皆様にお届けをしたいと思います。私が着ていますこのお召しと同じ種類のお召しになります。今日のこの動画をご覧いただいてご注文いただくことができます。ここにございます QR コードから申し込み、 QR コードからサイトに飛んでお申し込みをしていただけますし、そちらでお召しのそれぞれのお召しの詳しいものをご覧いただけると思います。はい、まず私の紹介ですけれども、私は2000年から、つまり22年、今年で22年目になるんですけれども、インターネットでこの着物選びのお手伝いということで、多くの皆様にお着物を選ばせていただくお手伝いをさせていただいております。はい、伊藤靖子と申します。よろしくお願いいたします。私がですね、このお召しを自分自身で大変こう重宝していろいろ着ているんですね。そのことを何回もお伝えをいたしました。このようにこう中間色のお召しもありますし、それからこの濃い色のお召しも、これも秋にはといいますか、9月にはよく着ている色なんですね。それから逆にですね、春にはこの真っ白いお召しを大変こう喜んで重宝して着ています。で、白い着物はこれだけではなくて、白い紬を2枚持っているんですけれども、それにもかかわらずお召しを作るという、それほどこう色だけではなくて素材的にも魅力があるものなんですね。他のものと違う穏やかな落ち着いた光沢感があって、いろんな場面で着ることができるということになります。はい、まずお召しというものをご説明させていただきましょう。お召しというのは織のお着物です。織って糸を染めてから織って完成させるお着物ということですね。白生地を織って、それに後から色をのせたり柄を描くのではなくて、糸の段階からもう色を染めてあるわけです。こういうものは全部糸を染めて、織り上がったらこの形になっている、織り上がったらこの状態になっているというものなんですね。はい、ですから織のお着物です。で、着物の格としては、紬と小紋のちょうど中間になります。小紋、紬、お召し、小紋、色無地、付け下げ、訪問着というふうにありますけれども、この小紋と紬の中間ということは、待ち着、お出かけ着とか、ちょっとしたお呼ばれ着にとても向いているということなんですね。後でご紹介いたしますけれども、私はこのお召しをいろんな場面で着ることができています。そういう事情なので、だんだんお召しの数が増えていった。そしていろんな色がある、いろんな色がありますし、柄もいろいろあるんですね。ご覧いただくように、いろんな柄がありますので、薄い色だったり濃い色だったり、そして太い縞だったり細い縞だったりっていう風な変化をつけられますので、重宝して何枚も持っているという状態になっています。お召しをいつ着るのということからお伝えしたいと思います。お召しはどんな場面で着ることができますかということですね。まずですね、季節的には一重と合わせの両方に向いています。私は一重でたくさん持っているんですけれども、もちろん合わせにも向いていますので、裏をつけていただいて、10月から、5月まで、10、11、12、1、2、3、4、5という5月まで着ていただくことができるんですね。ですから長く着ていただけます。一重にしたら裏がつかない、一重にしなかったら裏をつけるということですね。結局織物なので、裏と表が一緒なんですね。ですから裏をつけなくてこう歩いても、裏に白い色が見えないですね。ということで、一重にも合わせにもおすすめいたします。それからどんな格で着ることができるのかということなので、この私が今まで着たいろんな場面をどうぞご覧ください。まず上の格でいきますと、
そうですね、ホテルでのお食事ですとか、ちょっと華やかな場面に着ていく。ただし訪問着ではない次のその次の格として着ていくというようなことが多かったです。その場合は名古屋帯、染めの名古屋帯であることが多かったですし、で染めの名古屋帯でなくて織の袋帯を合わせることももちろんできます。ただ、今日ご紹介いたしますお着物がその柄がないんですね。島尾飯になります。島の柄だけになりますので、もし帯を合わせるとしたらこの柄が入っている帯の方が合いやすいということから、私は染めの名古屋帯を合わせることが多かったということになりますね。お召しというのは織る前に糸を強捻糸といいまして、糸をこう強く引っ張ってぐるぐるっと回して捻糸をかけるんですね。糸によりをかけるんです。ですからそれによってこうしぼしぼっとした感じが出てくることから、このご覧いただけますか、このちょっとザクザクっとした、ザクザクって紬のようにザクザクしていない綺麗な光沢があるんですけれども、着やすい着心地になるんですね。そして適度な光沢感があります。紬のように光を吸収するのではなくて適度に跳ね返してくれるので、蛍光灯の光の下で大変こう好感度が高いんですね。紬の場合は光を吸収しますから落ち着いて見えるんですが、お召しはそうでもないんです。今ご覧いただいておりますけれども、割とこう暗い色でもしっかり光を反射しているような状態ではありませんか。ですよね。艶があるお着物なんですね。ですからいい感じに見えるんです。はい、この艶というのは若さということにもなりますよね。ですから春にも冬にも秋にも、お召しが何よりもいいのは、その着物自体があんまりこう深い情緒感を出すわけではないんですね。例えばこだわった真綿糸を使っていますとか、それからこの柄がすごいでしょうっていうことではないんです。でそれとじゃあ無地ですかっていうと無地ではないんですね。もちろん無地のお召しもありますけれども、今日ご紹介しますのは縞お召しです。全部このように縦の縞が何らかの形で入っていますので、太い縞と細い縞だったり、それから均一な縞だったりということで、縞模様が入っています。遠くで見ると無地なんですけれども、無地っぽく見えるんですが、実は縞模様が入っています。で縞模様というのはある程度粋な感じがあるんですね。ですが太い縞ではありません。もう無地のような縞なので、無地に近く見えるけれども何らかの模様が入っているということなんですね。ですから普通な感じなんですが、普通なお席でとてもよく合うんです。色むしがとても重宝するというふうに言われますけれども、実際の色むしは案外こう一色の色だけなのでつまらないところがあるんですけれども、と私は思うんですけれども、それに対してこの織のお召しは柔らかものではないので、織の置物なので動きやすいんですね。とても動きやすいです。柔らかものの色むしにと比べますと、その動きやすさが断然違う。こちらの方が動きやすいんですね。それからこのように柄が入っていますことで、この柄を楽しむことができます。例えばこれは細い線から太い線までこう線の模様が来ていますよね。一見無地っぽく見えるんですが、無地ではないわけです。でこのようにこうなんて言ったら、普通なんだけど普通じゃないっていうところが、普通なんだけど普通じゃないようなシーンにとてもよく合うんですね。例えばデパートのなんとか店に行きますとか、それからミュージカルに行きますとか、それから、
どなたかにお会いしますっていう時に普通なんだけど普通じゃないっていうところがあるので、大変使えると思います。じゃあ普通なんだけど普通じゃないところが何なのかという点をお伝えしたいと思います。それはですね、色、この色、その一つは色です。色が違いますね。それからその次はこの縞模様の変化なんです。ではこのおべしの内容についてお伝えをしたいと思います。紹介するのはこのように何らかの縞が入っているんですけれども、この縞の入り具合と入り具合ですね、線の太さ細さ、それから色が違うことでかなり雰囲気が違ってまいります。でいろんなタイプがあるのでご紹介を少しずつしたいと思います。まずこのタイプはなんか均一な太さの縞で色が違うものがこうだんだん色が濃い色がだんだん薄くなってきているということで大変面白いなと思うんですね。これをこのようにしてもいいですし、それから表と裏がないわけですからこちらをこういうふうにしてもいいですよね。私の場合はこっちがいいかな。でこうするとお袖はこのようになるのかなっていうことで、はい、色を組み合わせて楽しむことができます。それから色が変わるとこれも大変面白いんですね。このような色すごくおしゃれだと思いませんか。紺色と緑が両方入っています。これ仕立てるとおしゃれですよね。はい、この時に縞だけど素朴になりすぎない、それから光沢感がある程度ある、でもテカテカしていない、落ち着いた穏やかな光沢感ということが大変着やすいし、それから目に入りやすいし馴染みがいい。でこれを合わせにしてもいいし一重にしてもいいということで本当に使えるお召し棚です。でこれがこのように太さが違うものが2色あります。私どちらも好きなんですけどこの方が私は好きだなっていう感じがいたします。それからですね、大変面白いものがあります。この黒地なんですけれども、線の入り方が太いところから太い縞から細い縞になっているんですね。これ大変面白いですよね。こうしてもいいしこうしてもいいですよね。やっぱ私はこっちですよね。私はこっち。そしてそのお袖のつけ方が、お袖のつけ方がですね、こうした後お袖をこのようにして、これ繰り返し模様になるんですけども、追っかけって言いますが、同じ模様を追いかけるような柄でつけてもいいですし、それから追いかけではなくて柄がこのようになるようにつけてもいいですね。この方が面白いかもしれませんね。で左側はこのようにして反対側はこの逆にするということにしますと、この置物のその着姿がとてもこうイメージが広がって楽しくなりますね。これは黒バージョンでした。それを白ですると、また雰囲気が違いますね。白い置物を作りたいわっていう方が、この細い線がいいのか、こんな均一の模様もあるんですね。これはですね、見ても何色かよくわからないんですけども、薄い白に薄い、なんかよくわからない薄い茶色のような線が入っています。これはほとんど白なんですけど白じゃないですよね。かっこいいと思いませんか。凛としてお召しは凛として見えます。凛として見えます。はい、これは白でした。で次にですね、濃い色になりますと、例えばこの紫素敵ですよね。私大好きです。これをこのように仕立てるのか、こうするのか、それとも紫がこっちに来るのか、いいですね、紫がこっちに来るのかっていう、なんか、はい、これも全然違う世界になりますよね。色が違うだけでこんなに変わります。このように小豆色とこう薄茶のような色、こんな綺麗な色もありますね。この色は少し私のお着物にちょっと近いかしら。
はい、こうしますとだんだんですね、私がよく申し上げている、あなたはどういうふうに見せたいですか、かっこよく見せたいですか、それとも女らしく見せたいですかっていう、そんなこともお考えになった方がいいんですね。例えば私はよくこの YouTube で白や黒を着ていますけれども、実際の場面ではこんな着物の 色が大活躍するんですね。これもそうですけれども、はい、ですからかっこよく見せたいのか女らしく見せたいのかっていうようなことで、同じデザインでも色が違う、選ぶ色が違うっていうことになってまいります。ではそんな女らしい色はどんな色が他にあるのでしょうか。はい、例えばこれになるとちょっと可愛いですね。ちょっと可愛いですがこれを50代60代の方がお召しになって全然可愛すぎることはないですよ。こんな色はとても良い色だと思います。この色もね、大変使い勝手がいい色なんですね。このベージュの色に赤と緑が入っています。近くで見ると赤と緑はっきりしてるんですけど、遠くで見るとそういうもう無地のように見えませんか。はい、薄茶のような無地の色に見えませんか。でも近くで見るとはっきりしていますよね。これも大変いろんな方に合うコーディネートしやすい色合いです。この色はおすすめの色合いなんですね。はい、色違いになりますとこんな茶色もあります。オレンジ系と緑ですけれども、地色がちょっと茶色系になるのでしっとりした感じになりますよね。これになりますとクリームですね、クリーム系なので優しい色合いになります。お肌がイエロー系の方はこの色はとても似合うと思います。はい、明るい色ですよね。明るい色なので、これは春の色と言わず10月11月、それから春にもずっと着ていただける色になります。もっとパンチが効いた色がいいなっていう方はこんなオレンジもいいですよ。お顔が元気になりますよね。赤い個性の方いかがでしょうか。青い個性の方、はい、もうなんかだんだん個性に入ってきましたけれども、綺麗な色がいいのという方はこんな水色はとてもおすすめです。こんな水色ですとかこんな黄緑になさると春色ですし楽しくなる。でその方がたくさん着ていただけるお着物になると思います。それから茶系のお着物だとこういう風になりますよね。しっとりした落ち着いた上品な感じになりますね。こだわった色合いとこだわった複雑な線、いろんな色が入っていますね。はい、こんな色が合うと思います。そんな色というのはこんな色やこんな色というふうにいろいろあります。それからですね、こんな青い青に赤や黄色系の色がはっきり入ったちょっと元気な色合いもあります。こういう色もパンチが効いて元気ですよね。というふうにこれだけたくさんの色がありますので、いろんなお好みのものを選んでいただけると思います。一重と合わせと両方おすすめいたします。ですから今から合わせを作られましたら、すぐに出来上がったら着ていただけますし、それから一重で冬になっても一重でいいのっていう方もいらっしゃると思いますし、一重の時期に大活躍すると思います。お値段は税込み22万なんですけれども、お仕立て代が半額にさせていただきますので、もうすでにこれは撥水加工している糸なので、この上から撥水加工をする必要はありません。湯の下胴裏と八掛けとお仕立てを入れまして、普通で合わせ仕立てで5万5千、税込み5万5千円なんですけれども、9月末までは、半額の2万7500円にさせていただきます。ですからお召しの22万と合わせの、代金を入れますと24万7500円でお仕立て代込みで合わせを作っていただくことができます。それから一重の場合は湯の下と石木当てと背伏せと襟裏とお仕立て代になるので、通常4万600円かかるんですが、それを半額にさせていただくので2万300円プラスになります。ということは
24,300円で作っていただくことができます。それからですね、コーディネートはどうなるの、帯のコーディネートどうなのっていうご質問があると思いますので、ご紹介させていただきます。着物人のサイトをご覧いただきますと、そこにある帯を合わせていただいてご購入いただいた場合、帯は 10% 引き、ただし9月末までになりますけれども、にさせていただきます。それで合わせる帯をいくつかご紹介させていただきますね。例えばこれワニさんの帯、ワニの帯ですね。これは絞りなんですけれども、こんな帯は年齢関係ありませんので、こんな帯を合わせていただくこともできます。これ染め帯です。これお太鼓の部分ですね。で、前がこのようになっています。ワニさん1匹います。これをこのように緑のこの黄緑に合わせてもいいですし、それからこの白い着物に合わせてもいいですね。こういう帯もございます。こんなおしゃれなバラの帯、これもこれは紡ぎ地に絞りを入れているので大変珍しい、そしてなかなか作れない帯なんですけれども、これはお太鼓の部分です。それからこれが前の柄になります。かなり華やかな綺麗な帯ですね。これ染め帯ですね。これも絞りになります。こんな帯をこの白いお召しにするととってもかっこいい、おしゃれじゃありませんか。はい。それからこのように帯でとっても変わるんですね。帯は重要です。これは老血の梅の帯です。老血の梅の帯、梅の帯は梅の季節になると嬉しく使っていただけますし、それから枝がないので季節に関係なく締めていただくことができますね。これをこんなお着物になさったら素敵じゃありませんか。これはですね、薄茶色のお着物にとてもよく合うんですね。画像を載せておきますのでご覧ください。はい、大変可愛い梅の帯です。虎年の方にこんな虎がいます。大変こう勇ましい虎。はい、これはあつらえで作った虎ですけれども、前がこんな竹になっています。こんな、これはですね、このお着物とてもよく合いますよね。この黒の濃淡のお着物にこんな虎の帯をしていただきますと大変かっこいいです。黄金に輝く虎さんですね。すごく素敵な虎の帯です。というふうにそれぞれお着物に対してお好きな帯を選んでいただくことができます。で、それぞれお値段が違いますので、ホームページでご覧ください。で、お召しと合わせて帯をご購入いただいた場合は帯が 10% 引きになります。牛首紡ぎに手書きでこのようにお花の絵を描いて、墨で描いていますね。これお太鼓の部分です。そしてこれが前の部分なので、着物入門者の方はこのような帯がとても合わせやすいと思いますし、それから牛首紡ぎなので締めやすいですね。染めの帯ですし、拡張もありますし、大変締めやすいと思います。このような帯をこの紫のお着物などに合わせられたら素敵だと思います。こんなポピーのお花、かわいいですね。これはアップリケなんですけれども、こんなポピーのお花もございます。これはお太鼓ですね。これをこの黄緑ですね、この黄緑に合わせると大変かわいいと思います。帯を合わせることで個性が見えてくる、その方のおしゃれ感とか世界観が見えてくるということになりますね。帯は個性です。これも大変おしゃれな帯ですね。これは絞りです。やはり絞りをしています。これはお太鼓の部分なんですね。そしてこれが前の部分なんですけども、こんな帯をなさったら、はい、お着物の色に関係なくこの帯とっても素敵に見えますよね。この紫でもいいですし、この白でも合いますし、この黒でも合いますね。大変コーディネートしやすい帯だと思います。金を使った、これ大変おしゃれだと思いませんか。これ金加工が とても上手なんですけれども、これも染め帯ですが金加工で柄を出しています。これがお太鼓の部分ですね。で、前も同じようになっていますので、前もこのようになります。こうしますとお着物の格がググッと上がりますね。はい、お召しにこの金とても合いますよ。姿がとてもグレードアップして、お茶席などで
とても格調高く締めていただくことができると思います。青い個性の方はこんな水色のシンプルな帯、柄が少ない、柄がほとんどない無地の帯ですね。これは真綿を使っています。真綿八寸帯で締めやすくてコーディネートしやすい、とても重宝する帯だと思います。こういうものをこの白いお着物に合わせてもいいですし、それから濃い色のお着物に合わせてもいいですね。これは青い個性の方におすすめいたします。はい、このようにお召しに合う帯もホームページの方にでご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。お着物だけをご購入いただいても結構ですし、それから帯と合わせてご購入いただいてももちろん結構です。そして迷われる、どちらがいいかわからない、あるいは自分にはどれが合うかわからないという方はぜひご相談ください。私が皆様に個性に合うものをご提案させていただきますので、遠慮なくホームページの方からご相談ください。で、これは9月末までになっております。それからもし直接ご覧になりたいという方は、お送りすることもできるんですが、ただし何人かの方が集中したりしますとそれができませんので、その辺は随時適宜対応させていただくということになります。それからですね、お仕立てが大変混んでおりまして、今ご注文いただいて出来上がるのが9月末から11月中旬になります。これは海外縫製になります。で、海外ですが大変きちんと丁寧に素晴らしい縫製にしていただくことができます。お召しというのは本当に私が自分で着て自信を持っておすすめできるものなんですね。お召しにもいろいろありますけれども、このお召しは私が実際に出会ってで選んで皆様にご紹介できるようにさせていただいたものということで、自信と責任を持っておすすめさせていただきます。このホームページの横にございます QR コードを読み込んでいただいて、ホームページの方にお越しください。そちらでそれぞれのお召しのもっとたくさんの画像がございます。それからその中でご質問などは随時受けたまわりますので、ご遠慮なくご相談ください。それでは皆様がこのお召しや帯のコーディネートで一層着物ライフを充実させて楽しんでいただくことを願っております。それではまた次の機会にお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。